浅田健県は東京都出身の自転車競技選手、監督。175センチメートル60キログラム。A 型。現在はエキップ浅田監督県代表。高校卒業後、ブリジストンサイクルに入社し、実業団選手として自転車競技部に所属。1989年に退社しとふつ。1990年に 栃木県宇都宮市での世界選手権、ロードレース開催を機に国内プロ登録。世界選手権では危険に終わったものの全日本プロ選手権で優勝を果たす。1992年からは欧州プロチームと契約。1994年にはパリツール完走を果たす。1995年引退。1996年監督として チームブリジストンアンカーに復帰、欧州 UCI 優勝者やオリンピック代表を輩出する。2006年に独立してチーム版サイクリング翌年にエキップアサダを設立。ブリジストンアンカー時代に別府市のチーム版エキップアサダで新城幸也を育てており、彼らがツールドフランス2009に出場した際には J スポーツサイクルロードレースの解説者を務めた。 特に、新城の出場が決まった時には涙を流して、喜んだ。エキップアサダのスポンサーの一社に、埋めた本舗がいる関係から、2010年には、同社のサプリメント、スーパーアスリートシリーズのテレビ CM でナレーションを担当した。2012年は、エキップアサダ監督と兼任で、古巣のチームブリジストンアンカーに復帰、U-23 チームの監督を務めた。 2013年は、チームブリジストンアンカーの体制変更に伴い、エキップアサダがチームブリジストンアンカーの U-23 チームを事実上吸収した新チーム EQU-23 を率いる。ありがとうございます。